グレゴリー・ジョン・ノーマンは、オーストラリア・クイーンズランド州、マウント・アイザ出身のプロゴルファー。ホホジロザメを意味するホワイト・シャークというニックネームで知られている。1976年にプロ入り、世界各国で合計68勝を挙げている。前世紀には、ゴルフ世界ランキング1位を通算331周保持しており、 これは、ワールドゴルフランキング制度が発足した1985年以降では、タイガーウッズに次ぐ記録である。1986年と1993年の2度、全英オープンで優勝している。特に、1986年は、ノーマンの年、グレグイヤーと言われるほど、世界を舞台に活躍した。四大メジャー大会すべてで、十四ホール終了時点で首位に立ち、 最終日に最終組で回り、ノーマンスラム、サタデースラムと呼ばれているが、メジャー優勝は全英オープンのみ。イギリス、ヨーロッパ、オーストラリアでの6戦、連続勝利などを経て、全豪オープンで、テリー・ゲールに1打差で勝利して、このシーズンは10勝を挙げた。なお、ノーマンの7連勝を阻んだのは、マイク・ハーウッドであり、ハーウッドの地元のキャッスルヒルカントリークラブ開催の、 前後プロ選手権で最終日にコースレコード64で回って、ノーマンに2打差で勝利したが、これは同時に、ノーマンの大会3連覇を阻止するものであった。1993年のロイヤルセントジョージズでの全英オープンには、ブッチハーモンとスイング改造して臨み、全英オープン最小打数で4日間ラウンドして、2度目で最後のメジャー優勝。アメリカ PGA ツアーでは、 通算18勝を挙げており、2度の全英優勝を含めた合計勝利数が20勝となったため、PGA ツアーの永久シード選手となっている。これだけの実績があるにもかかわらずアメリカ開催のメジャー大会では2位が8度あるなど、たびたび優勝争いには加わるもののタイトルには縁がなく多くの大会で新参を舐めてきた。とりわけ1996年の マスターズトーナメントでは初日にコースレコードをマークするなど3日目までは2位と6打差の単独首位で最終日を迎えながら最終ラウンドで78を叩き優勝したニックファルドに逆に5打差をつけられて大逆転負けを喫した日本のツアーでは1989年の国際招待ゴルフ中日クラウンズと1993年の 住友ビザ太平洋マスターズで優勝している。また、1977年の、クズは国際トーナメントでも優勝。当時は670ヤードを超えていたために最低でも4オンが必要だと言われていたぐらい、クズは国際トーナメントで最難関と言われていた超ロングホールの10番ホールを3オンで決めるなどして、同大会をぶっちぎりで優勝した。2008年、元女子、 プロテニスプレイヤーのクリス・エバートと再婚。その後に開催された全英オープンでは3日目まで、主位にいながら、最終日にパドレーグ・ハリントンに逆転され3位に終わる。クリス・エバートとは2009年10月に離婚した。日本のプロゴルファー・青木勲とトは、長年の親友であり、青木が左肘を故障した際には、主治医の紹介やその後のケアなどにも心配りがあったという。 青木が世界ゴルフ殿堂入りした際にはそのプレゼンターを務めた。また元 F1 チャンピオンのナイジェル・マンセルとも親友で、マンセルは自分の次男にグレグと名付けている。多方面のビジネスも手掛けており、近年はゴルフコース設計やワイン販売など実業家としての活動も行っている。2013年リオデジャネイロ五輪に向けた中国代表チームの 特別コーチに任命された。2014年からは、FOX 放送のゴルフ中継においてノーマンがホストを務めるフランクリン・テンプルトン・シュートアウトや、USGA 主催の全米オープンの解説者を務めている。ゴルフオーストラリアの国際親善大使を務めている。ありがとうございます。